はい、格闘オタクニュース、ゾウの雑穀です。今回は中村優作 VS 曽谷貴樹の57キロフライ級の戦いです。どうしても僕的に何度も言ってますが、フライ級に興味がないのですが、堀口恭司選手が参戦するということで試合動画速報をやっていこうと思っています。ただ165センチ57キロと松尾万内にの可愛すぎる女子格闘家パンチャーニナと同じぐらいの体型ですので、多分 KO とか生まれないでしょう。1ラウンド始まりました。プレッシャーをかける曽谷貴樹選手、両方オーソドックスです。中村優作選手は日本拳法仕込みの長い飛び込みがあるので、できるだけ曽谷貴樹選手としてはプレッシャーをかけて飛び込みの幅の中に入りたいのでプレッシャーをかけていきます。左フック、左ボディローを攻めていきます。中村優作選手は距離が命ですので、距離を見ながら手数が少ないのですが、時折左ボディなどを打ってきます。そして曽谷選手は距離を潰したいので組みに行きます。ただ中村優作選手は組み力が強く離すことができます。そして中村優作選手が長いワンツーを打ち、曽谷貴樹選手がジャブを打つ、プレッシャーをかける。後半になりにつれて距離感が分かってきた中村優作選手が速いワンツージャブで巻き返していきます。そこで打開しようとタックルに行く曽谷貴樹選手、ただ中村優作選手の腰は重く打撃に戻ります。そしてそんな中、左フックで中村優作選手がタイミングよく当てスリップダウンを取ります。そして最後ポイントメイクとしてテイクダウンに行く中村優作選手ですが、すぐ立つ曽谷貴樹選手です。1ラウンド前半はプレッシャーをかけた曽谷選手、後半は距離感が分かってきた中村優作選手の有効打が上回りました。そして2ラウンド同じように曽谷選手はプレッシャーをかけていきます。ただ打撃ではなくタックルやスクランブルで攻撃していきます。そんな中、中村優作選手はボディストレートなど長い距離のストレートを打っていきます。すごいスピードでボディからワンツーなどスピードと距離感を制していきます。曽谷選手はプレッシャーでフィジカルと組みで攻めていきます。ローを打つ曽谷選手、そして右ストレートを当てる中村選手、まあ、プレッシャーの曽谷、有効打の中村となっていきます。そしてテイクダウンに成功する曽谷選手です。ただすぐに立ち巻き返す中村優作選手です。2ラウンドも同じようにプレッシャーの曽谷選手、有効打の中村選手でした。正直このまま体力が続けば中村選手がやや有利になるかもしれません。体力次第です。そして3ラウンドに入ります。3ラウンドいきなり左ストレートを当てる中村優作選手、そしていつも通りプレッシャーをかけタックル組みに行く曽谷選手、そして今回はタックルとテイクダウンに成功したのですが、バックを取りかけ片足だけ4の字フックするというような形で中村優作選手が上になり、バックを取っているのが曽谷選手で下の状態なのですが、この状態でポジション的には曽谷選手の方がいいと思われるのですが、逆に上の中村優作選手が下についている曽谷選手に肘を連打します。どん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 連打していきます。曽谷選手はなぜか足をほどかずポジションだけキープし連打される状態です。ただ一応バック崩れみたいなしょうもない対応していますので、どちらが優位かは分かりません。そんな中、最後の最後に立ち両者終わりました。3ラウンドプレッシャーとテイクダウンの曽谷選手、有効打の中村選手で、正直どうでもいい試合でした。でやはりジャッジもどうでもいい試合なので迷ったらしく、中村選手2、曽谷選手1、2-1の新勝で中村優作選手が勝ちました。これではどう考えてもパンチャーリナ選手には勝てないでしょう。以上となります。ご視聴ありがとうございました。本日10時からライブ配信ご覧ください。さよなら。